今日も iPad でクリエイトしてますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。皆さん新しい iPad mini 6使ってますか？僕もね、今こう動画を撮ってる最中も動画で話す内容をね事前にまとめてるんですけども、それをねこの iPad 6、このパープルのめちゃめちゃ可愛い iPad を脇に置いて動画撮っておりますと。で、今回ですね、 iPad mini 6とほぼ同じタイミング、一足早く9月21日だったっけな、そこでリリースされたのが iPadOS 15 っていうね、新しい iPad の OS です。これね、結構大きな iPad 向けのアップデートがされてるんですけども、その中でも今回はですね、ホーム画面にウィジェットを配置できるようになったっていうのも大きな変化かなと思ってます。というわけで今回は僕が実際に使っている iPadOS 15 でホーム画面に置いておくと便利なウィジェットっていうのを紹介しつつ、その配置の仕方もね、ご紹介していければなと思っております。で、後半では僕は使ってないんだけども、これ結構便利なんでぜひ紹介したいなみたいなものもちょっとね、おまけ的に紹介しているので、iPadOS 15 になって、ちょっとね、ウィジェットの配置迷ってるなって方はぜひこの動画参考にしていただければ幸いです。というわけで早速行ってみましょう。はい、というわけでここからはね、実際に iPad の画面をお見せしながら解説していきたいと思うんですけども、僕のね iPad のホーム画面こんな感じになっています。まあ、結構ねシンプルで、そんななんかめちゃめちゃデコレーションとかはしてないんですけども、一個ねコンセプトがあって、僕ホーム画面はこの1ページで全て集約しています。なので一個左にスワイプしてあげるともうねアップライブリが出てくるんですよ。なのでホーム画面はスクロールせずにこの1ページで全部完結するようにってことを意識して、ちょっとでもね作業の効率化が図れるようなホーム画面ってのを作っております。で、まあ、上半分がウィジェットって感じなんですけども、一個一個のウィジェット紹介していきながら、このねホーム画面の作り方全体の話をしていければなと思っております。まずは一番左、このねカレンダーを貼ってるんですけども、これはティックティックっていうね、僕が結構激推しして紹介しているタスク管理アプリがあるんですよ。そのティックティックってアプリの中でタスクも管理できるし、カレンダー代わりにもなるしっていう風ないろんな機能を持ったアプリなんですね。で、そのティックティックのウィジェット機能として、こういう風なマンスリー月間ビューのカレンダーをウィジェットに貼れるっていう風な、まあ、そういうウィジェットビューがあるんですね。で、このティックティックのウィジェットが便利なところっていうのは、他のカレンダーアプリとは違って、こう月間ビューをちゃんとね、1ヶ月分まるっと表示してくれて、かつその中の予定っていうのもちゃんとここに表示してくれるんですよね。これなかなかなくてですね、純正のカレンダーとか、あと僕が使ってるメインで使ってるのはファンタスティカルっていうカレンダーなんですけども、まあ、そういったものって月間のカレンダーは見えるんですよ。でもその中に何の予定が入ってるかっていうのは1日1日はタップしないとウィジェットでは見れないっていうふうなものが多いんですけども、このティックティックの場合はこの画面で9月16日はミーティング書類っていう予定が入ってるなとか、9月23日はサイクリングに行くみたいなね、サイクリーぐらいまで見えてるかなと思います。こんな感じで予定をねここで一覧できるってのがすごく僕が気に入ってる点だったりします。なので僕正直 TikTik のアプリ自体ってほとんど使ってないんですよ。今はさっきも言った通りファンタスティカルっていうカレンダーアプリを使って基本的に操作を行ってるんですけども、ウィジェットに表示するときはこのウィジェットビューがすごく便利なので TikTik を使ってるっていう風な形になってます。これがまず一つ目の TikTik の月間ビューのねウィジェットですね。で、次二つ目はすごいシンプルで、Apple 純正のリマインダーですね。トゥードゥアプリを僕、Apple 純正品を使ってるんで、この上のところにですね、ハーフサイズの Apple 純正リマインダーを表示しております。で、ここにね、表示するのは、自分でね、ウィジェットの調整ができるんですけども、僕は自分でフラグをつけたものだけが、ここのトップに並ぶようにしております。こう仕事のものとかプライベートのものとか、一気にここに全部ね、表示しちゃうと、もうホーム画面ではなかなか全部表示しきれないし、ホーム画面に置いときたくないな、みたいな、不意にね、人に見られたくないな、みたいなタスクってやっぱあると思うんですよ。まあ、そういう時のために、この自分でフラグをつけたものだけが、このね、ホーム画面のウィジェットに表示されるように、あえてフラグ付きのリストっていうのをここに表示しております。これが二つ目の Apple 純正リマインダーですね。僕はこれを使ってるので、ここに表示しております。で、次三つ目はこの、真ん中の段のこれなんですけども、これもね Apple 純正アプリのショートカットっていうアプリですね。これ結構使ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、結構いろんなアクションを組み合わせることで、なんていうかな、こうワンタップするだけでいろんなねこの行動を一連で処理してくれるみたいな、そういうちょっとオートメーションアプリなんですよ。若干操作とかがクロート向けなので、ちょっと、ね、よくわかんないなって方もいらっしゃると思うんですけども、僕が今から説明してこれ使いたいなと思ったら URL を共有します。これをコピーしてもらうと自分のね iPad とか iPhone でも使えるので、いいなと思った場合はぜひねコピーして使っていただければ幸いです。で、結構僕ねいろんなことにショートカット使ってるんですけども、ホーム画面に置いてるショートカットは全部で4つです。1つ目は検索、これ何かっていうとですね、タップすると
こうやってね、テキスト検索が出てくるんですよ。でここで例えばですね、何でしようかな、アップルっていうふうに検索して完了してあげると、この今に入力したワードをどういうねサービスで検索しますかってのがね、こう一覧で表示されるんですよ。なので Google 検索したいなって場合はこの Google を選んであげるとですね、はい、こんな感じでサファリで Google 検索した Apple の結果ってのを開くことができます。でまた同じようにですね、検索をして Apple っていうふうに打ち込んであげて、よっと、次はじゃあ Twitter で検索したいなと思った時は Twitter を押しますと、すると Twitter 検索で Apple の検索結果っていうのをすぐに出してくれます。こんな感じでですね、 Google とか Twitter とか Instagram とかなんかいろんなところから検索することができる、簡単にアプリを開かずにホーム画面から検索できるっていうのが僕の設定してるね検索ショートカットのいいところかなと思ってます。次2つ目、予定の登録ってね、この赤いものがあるんですけども、これ結構便利です。例えばね、なんか新しい予定を登録しなきゃいけないなと思った時に、まあ普通だったらカレンダーアプリを開いてそこから予定を登録すると思うんですけども、このショートカットさえあればタップしてあげるとですね、何月何日の何時ですかっていうふうにまず聞かれるんですよ。なので、まあ、9月の例えば28日の15時にしましょうかでふうに完了しますと、するとどんな予定ですかっていうふうに聞いてくれるので、何かな、動画撮影の仕事っていうふうに入れて完了しますと、するともうこれで作成しましたってなって、カレンダーに今の予定を勝手に登録してくれてるんですよね。ちょっとカレンダーアプリ見てみましょう。これね、ファンタスティカル開いてあげるとですね、はい、こんな感じで今の登録した通り9月28日の15時から16時で動画撮影の仕事っていう予定を登録できています。結構ね、予定の登録とかって人と話してる時とかに急に決まったりすることって多いと思うんですよ。まあ、その時にホーム画面から直接こうやって登録できるとすごくね効率的かなと思って僕はこれを登録しています。そしたら次は3つ目、3つ目は日付入りの新しいメモっていう風なショートカットです。これ何かっていうと、まあ、純正メモがあるじゃないですか。Apple 純正メモに今の日付と時間をタイムスタンプとして加えたメモっていうのを簡易的に取ることができるっていう風なショートカットです。これ実際にやってみましょう。タップしてあげると、またね、テキスト出てきます。なので、動画の撮影中っていう風に打って完了。すると、もうこれでね、自分の純正メモの中にメモが入っています。これもちょっとね、メモアプリ開いてみましょう。はい、メモアプリ開いてあげると、僕は今回、このショートカットで作ったメモっていうのは、ログっていうね、このフォルダの中に登録するっていう風な設定にしているので、ちゃんとログの中のメモに、この動画の撮影中っていうね、今僕が入力したテキストと、今の時間ですね、9月25日の15時8分っていう、分単位でちゃんと時間を登録してくれて、メモってのを追加してくれます。まあ、何に使ってるかっていうと、まあ、その日思ったこととか、パッと考えることとかを、とりあえずメモしておきたいって時って結構あると思うんですよ。まあ、そんな時に、パッとね、ここで入力してあげると、サクッと自分のメモってのを残すことができるので、まあ、そういうふうなクイックログ的な感じで使ってますね。純正メモを開かずに、直接ホーム画面でメモを残せるってだけでも結構ね、有用なショートカットかなと思うので、よければね、これも使ってみてください。で、最後4つ目、4つ目はクイックノートを作成って言って、GoodNote 5っていうね、iPad で人気のこのメモアプリのアイコンが現れてると思うんですけども、これすごくシンプルで、GoodNote 5ってクイックノートっていう機能があるんですよ。とりあえず、表紙とか用紙の設定とかは後回しにして、今すぐメモ書きたいよって時に、この GoodNote のアプリの中から、プラスボタン、これを2回タップしてあげると、クイックノートって言って、とりあえずノートを開くっていう風な、そういうノート設定があるんですよ。で、これをですね、グッドノートを開かずにホーム画面から開けるようにしたのがこの設定になっています。これもね、クイックノートを押すだけで、とりあえずメモを書き始められるっていう風な、まあ、こういうものになっています。まあ、若干ね、iPadOS15 から追加されたクイックノートとね、用途を被るんですけども、純正メモじゃなくてグッドノートを使いたいよって人は、まあ、こういう風なね、ホーム画面から書ける設定ってのは、割と便利なんじゃないかなと思ってます。というわけで、3つ目のウィジェットはショートカットウィジェット。僕が使ってる4つってのもね、合わせてご紹介しました。はい、というわけで次ね、最後なんですけども、ウィジェット4つ目は、ランチャーっていうね、ちょっと変わったウィジェットなんですけども、僕はこれを使っています。で、さっき僕、コンセプトは、このホーム画面1ページで全部収めてますよって話をしたんですけども、1ページで収めると何が起こるかっていうと、アプリを全部置ききれないじゃないですか。一応これね、ホーム画面1ページ目とドックのところにアプリ置いてるんですけども、もっといろんなアプリ使ってるんですよ。まあ、そんな時に、普通はですね、アプリをずらずらずらっと並べて、ホーム画面をこうやってスクロールして探したりとか、あとはグループ分けをしてね、こうやって例えばこういう風なグループで広げてアプリをこう見るみたいな、こういう使い方してると多いと思うんですけども、まあ、こうい
ういうふうにホーム画面が複数ページにまたがっちゃったりとか、アプリをねこうグループでフォルダを作っちゃうと全部のアプリってのをこう俯瞰できないんですよね。なのであのアプリどこにあったっけなっていうふうに迷っちゃったりとか、なんかアプリをこう起動するのにも何タップも必要みたいな、そういう状況になってると思うんですよ。なので僕はこのランチャーっていうねこのアプリを使って、ウィジェットにホーム画面に置ききれない全部のアプリっていうのをこの中に追加して使っています。この右上のこのウィジェットで42個最大ねアプリを置くことができるので、ここに使うけどもホーム画面の1ページ目に置ききれないものを全部ガサッと登録しちゃってるんですよね。まあ、こうすることによって起動ショートカットを使ってですね、例えば押すとこんな感じでスナップシードっていうね写真加工アプリを開くことができたりとか、あと他にもですね、Kindle とかもねパッとタップするだけで簡単に開くことができます。まあ、こうすることによって上から全部今入ってるアプリっていうのを見ることができるし、さらにワンタップですぐに起動もすることができるっていう風な、まあ、こういう状況を作り出してるんですね。でこれアップライブラリでいいじゃんっていう風に思われる方もいらっしゃると思うんですけども、さっきも紹介した通りアップライブラリって起動するのにワンタップ必要で、さらにこのちっちゃいものだったらもうワンタップでアプリを選んであげてやっと起動っていう風に3タップぐらい必要なんですよね。でさらに結構ねグループ分けっていうのをしっかりされてるんで、この仕事効率化とファイナンスのところでも見えてるのはねアプリは全部で7個なんですけども、押してあげるとめちゃめちゃ入ってるんですよ。なのでこれをいちいちあここじゃないなとか、じゃあ次クリエイティビティかなとか、こうやって探すのは結構めんどくさいなと思ってて、まあ、僕はこうやってねウィジェットを使ってアプリを一覧で配置してあげるって方が使いやすいなと思って、もうずっとねこれを使っております。でこのウィジェットね、じゃあどうやって作るのっていうところに関しては以前の動画で僕ねご紹介しております。これ、ね、最強のホーム画面の作り方っていう動画なんですけども、ここで紹介してるのと全く同じ作り方で作れるので、よければね気になる方はその動画も見ていただければ幸いです。動画の概要欄にリンクを貼っておきます。でここからはですね、冒頭でもお話したんですけども、僕自身はあんまり使ってないけどもこれ結構面白いなと思うウィジェットの機能を持ったアプリってのをいくつかご紹介しようと思ってます。で今回ね iPadOS15 からホーム画面を表示したり非表示にしたりっていうのを切り替えることができるって皆さん知ってましたか？これホーム画面をこうやって長押ししてあげて、ここからですねこの真ん中のここをタップします。するとホーム画面ってのをね本来あるものを非表示にすることができるんですよ。なので本当は僕説明用にねホーム画面もう1ページあったんですけども、今説明する前までは非表示にしていました。でそれをねチェック入れて完了してあげるとですね、ここにホーム画面がもう1個登場してきます。これね例えば1ページ目ってのは仕事用のアプリっていうのをね置くホーム画面にしてもらって、2ページ目以降にこうエンタメとかゲームとかを入れてもらって、で仕事で使うときは2ページ目以降のホーム画面はオフにするみたいな、こういう使い方をすると結構便利なんじゃないかなと思ってます。でここからね本題、僕が追加でおすすめしたいウィジェットなんですけども、まずは TickTick からですね。ティックティック、僕もカレンダーのこのビューワーとして使ってるんですけども、他にも結構機能があってですね、そもそもトゥードゥ管理のアプリなので、このトゥードゥってのをねウィジェットで表示することができますと。でさらにティックティックってのは習慣化の管理ってもできるんですよ。まあ、それが真ん中にあるものなんですけども、例えば毎日腹筋ローラーしたいなっていう風に考えてると毎日やった日はチェックをつけるみたいな、まあ、こういう習慣化の管理ってあると思うんですね。その機能もティックティックには備わっていて、ちゃんとウィジェットでこれも管理することができます。例えば今日もう読書したなと思ったらホーム画面からね読書をタップしてあげて、これにチェックを入れますと。で、保存してあげると簡単にですね習慣管理っていうのがホーム画面から行います。で次はですね右上なんですけども、これ結構便利で、駅にあるその時刻表とか掲示板、電光掲示板を iPad 上にウィジェットで配置しておけるみたいな、そういうアプリになっています。これね乗り換え案内のナビタイムってアプリがあると思うんですよ。でそれのウィジェットなんですけども、あらかじめ登録した路線ってのをですねここに表示しておくと、今の時間からですね直近3本のこの電車の時間ってのを時刻表としてね表示してくれるんですよ。これ意外と便利だなと思ってて、なんか iPhone でももちろん使えるしね、今から何分後に電車来るんだろうってのを結構そこから逆算して準備を始めたりとかって結構みんなやると思うんですよ。まあ、その時に駅の時刻表とかをアプリを開かずねすぐにパッと見れるってのは結構便利だなと思ってて、特に忙しい朝とかねもう通勤の時とかはかなり効果を発揮するんじゃないかなと思っております。ちなみに僕は引きこもりなのでほとんど使いませんというわけでおまけで、ね、紹介させていただきました。というわけで最後はこのステッカーノートっていうねアプリですね。まあ、これ非常にシンプルで、ウィジェットに何か自由なメモを残せるっていう風なアプリなんですよ。まあ、結構シンプルなんですけども、割と使いどころあるんじゃないかなと思ってね紹介します。まあ、こんな感じで右にね置いてるんですけども、こう複数のノートっていうのをこうやって作ることができて、カラーリングとかも変えられます。でこの中にねいろんなテキスト、例えば Yahoo Japan ってねリンク貼ってるんで書いてあげますと。
で、これままホーム戻ってあげるとこんな感じでね、Yahoo Japan っていう風なメモが追加されてます。あ、こんな感じでね、青と白みたいな感じで複数ウィジェットも配置できるんで、例えば青色は買い物リストとかにしておいて、白色はちょっとなんか忘れたくないものみたいな、なんか小学校でいうところの忘れ物しないようにね、このここにマジックペンで書いておくみたいな、そういう感覚で使えるのがこのステッカーノートっていうアプリかなと思ってます。はい、というわけでですね、僕の使ってるウィジェットの配置とその中身、ショートカットの中とかもね、一個一個紹介してると結構どうかなくなっちゃったんですけども、まあ、少しは参考になっていただけるのかなというふうに思っております。で、もちろんですね、僕もまだまだウィジェットの力ってのをね、最大限引き出せてないような気がしてるんで、まだこっから改善の余地はあるかなと思ってます。なので、よければですね、皆さんもこのウィジェット便利だよとかね、まあ、ショートカットアプリの中でもこのショートカットめちゃめちゃ良かったよみたいなものがあればですね、コメント欄に書いていただけると僕ももちろん参考になるし、この動画を見た方のね、参考になると思うので、よければおすすめのものがあればコメント欄に残していただけると幸いです。というわけで、今後も引き続き iPadOS 15の使い方とか iPad の便利な使い方、いろいろご紹介していこうと思うので、今日の動画面白かったなと思った方は動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。